岩の重さはアジ。重い拳を。いてえ。これでどうだ。天に目で。どうだ。みんなは俺が守れ。はあ。さて終幕だ。君たちもいてくれないと話にならない。そんなこと言って、オイラたちがあちこち走り回ってる間、お前は何してたんだ？それはもちろんきちんと新小説劇録を読んで素敵な時間を過ごしたよ。進撃と邪剣、ヤジとミオ、五巻までの展開は奇妙であり摩訶不思議と表現していいが、この六巻を表す言葉は見つからない。こんな起承を書けるのはこの世に彼しかいないだろう。で、それが茂最高の剣と何か関係があるのか？感服しただけさ。だって予想外っていうのは珍しいことだから。僕の予想が叶ったのは君の協力のおかげだよ。なんだこのオイラだけわからないみたいな展開は。じゃあ倉庫に行けば面白いものが見れるっていうのは。考えてみるといい。シゲサイコーがリーユエコーを探しても赤白が一つも買えない状況を。材料がなければ契約は果たせない。契約を果たせなければファドゥイを敵に回す。そして飛雲商会の名を聞いた彼はきっと腹を立てるだろう。シゲサイコーには金と勢力がある。そして彼はこんな扱いを受けたことがない。鬱憤を晴らすにせよ、問題を解決するにせよ、彼は。お前たちだな。お前たちが上級の方を持ったせいで。ほら、噂をすれば。こんなに走り回っても赤白はどこにもないと思ったら飛雲商会が動いていたか。希少な鉱石でもないのに品切れになるまで買い込むとは。俺を狙っているのか。狙うも何も、僕は恩返しをしているだけだ。それに助けが必要な人がいれば助太刀に入るのが当たり前だろ。このままで終わると思うなと言ったのはそっちの人だしね。ふん、身の程を知らないバカめ。これ以上言っても無駄だな。さあお願いします。ここの赤白を全て奪ってやってください。相手を間違えたな。そりゃ岩の重さ、死の風格に気をつけます。全力攻撃だ。
ただ者ではないな。このままでは予想外の損失になる。もっと痛めつけてやってください。そして赤白を。ファデュイとお前はビジネス上の協力関係なだけだ。お前の尻拭いまでしてやるつもりはない。何よ、これもそちらの注文のためではありませんか。注文の件は自分で何とかしろ。行かないでください。おい待て。坊ちゃま、どうしてここに。怪我はありませんか。あ、彼のおかげで無事だ。坊ちゃま、お前が飛雲紹介の御曹司。ああ、僕がコカハ門弟、そして飛雲紹介会長の次男行明だ。くそ、はめられた。重細工、教養による売買は商人としてどうかと思うよ。ここは商人らしいやり方で解決しよう。この赤白がなければファディが君をどうするか想像してあげようか。いえ、どうすればその赤白を譲ってくれるんだ。上級殿には7割引きの値段と言っていたな。ではこうしよう、通常価格の3倍。これでどうかな。足元を見やがって。貴様、いい加減にしろ。まあそう叫ぶな。買うの？それとも買わないの？分かった、3倍で売ってくれ。それでいいんだな。毎度あり。今後とも何卒よろしく頼むよ。お前飛雲紹介の御曹司だったのか。じゃあ、オイラたちが使ってたモラは全部お前の財布から。気にするな。損することのない商売な上に重細工にお仕置きできた。一石二鳥だ。それは多めに見てくれ。僕の字を見れば僕だってすぐわかるから、ある意味便利なんだ。オイラ、こいつのことずっと本の虫って呼んでた。お坊ちゃまを怒らせたら相手の手足を切るって武教小説で読んだことあるぞ。どうしよう、どうすればいい。ごめん。君は飛べるんだし、足がなくても平気だろ。だ、その目は本気だ。旅人、冗談はここまでにして、今回のことは助かった。本当にありがとう。この新小説劇録もなかなか面白かった。これを上級殿に返してきてくれないか。だって僕は何もしていないのにお礼を言われるのもなんだろう。君とこれほど義教の心のある人と知り合えただけで僕は満足だからね。坊ちゃま、お話の途中で申し訳ありませんが、旦那様の。ああ、父さんには今回の件を解決したついでに大金を稼いだと伝えてくれ。だからこのことに免じてあと数日だけ時間をくれないか。新小説劇録の中に秘境の話があってね、そこに行ってみたいんだ。そんなこと言って本当は本を返しに行くのが面倒なだけだろ。上級殿ならきっと謝礼も準備してくれていると思うよ。謝礼？まあ言ってやらなくもないか。何を言っても坊ちゃまは止められませんね。知らないとは思わなかったです。では本を返すことは頼んだ。縁があったらまた会おう。
やっと来てくれた。今朝質屋の人がわしの本を全部返してくれたんだ。きっと君たちが協力してくれたんだろう。ありがとう、本当にありがとう。ああ、そう言わずに。このことはわしにとって本当に大きなことなんだから。上家はリーウェでは大きい一族だったが、わしが若くして当主を継いだとき、商売で何度も失敗して家の財産を失ってしまったんだ。一族の栄光を取り戻そうとここ数年は必死に頑張ってきた。今回の赤白の商いはわしの全財産をかけた希望だったんだ。君たちがいなかったらおそらくわしは無事でいられなかっただろう。お前もお坊ちゃまだったんだな。ん？どういう意味だ？なんでもないぞ。そうだ、本を返しに来たんだ。ああ、新章雪月記録。あのコカハの少年、急に姿をくらませたから泥棒かと思ってたところだ。コカハ、そんなにまずいところなのか？門派自体は数百年の歴史があって輝かしい時期もあったが、今ではもう落ちぶれたな。門派の復興には新たな血が必要になるだろう。しかしずっと衰え落ちぶれたままでは新しい人材も入ってこないはずさ。今のコカハの若者と来たら、例えばあの少年、恩返しとか言ってたくせに君たちの半分の仕事もしてないじゃないか。まあこの話はどうでもいい。そうだ、テイワット観光ガイドのリーウェ編が欲しかったんだろう。用意しておいたぞ。これは君たちにあげよう。それからほんの気持ち程度だが謝礼も。鉱石も売れて我が愛所たちも戻ってきた。本当に。ん？どうした？なんか落ちたぞ。いや、なんでもない。あの少年、まさか。